それでは、今日の、聖書箇所をお読みいたします。今日の聖書箇所は出エジプト、13章の、20節から22節までです。こうして彼らはさらにスコテから進んでアラノの隅に橋にある、エッタムに、宿営した。主は彼らの前に行かれ、昼は雲の柱を持って彼らを導き、夜は火の柱を持って彼らを照らし、昼も夜も彼らを隅に行かせられた。昼は雲の柱、夜は火の柱が民の前から離れなかった。この箇所より、主の雲の柱に導かれたという、題で、高見沢先生にメッセージを取り付けていただきます。よろしくお願いします。高見沢先生を紹介させていただきます。高見沢先生の絵は、山梨県甲府の出身でいらっしゃって、そしてですね、学生時代に無神論者から、イエス様を信じる者となされたそうであります。そしてですね、アジアで学び、アジアの働きのために歩みたいという思いが与えられて、韓国の ACTS 神学大学院というところがあるそうでありますが、そこで学ばれて、そしてその後は、シカゴのトリニティ、国際大学で異文化学で PhD を取られました。そしてですね、1999年から2020年まで韓国の、東地トリニティ神学大学院で教鞭を取られて、オンヌギ教会、またハレルヤ教会などのソウルのこの韓国語教会の日本語部の働きをされていらっしゃったそうであります。そして引退された後、日本に帰られて、今はですね、最初の修法の報告にありましたように、モンゴルキッズの家、マンホールチュードレンを支える会の、支援会の代表として、働いていらっしゃいます。また、ローザンヌ運動、今回ですね、アメリカに来られたのはそのローザンヌ運動のミーティングのためでありましたけれども、ローザンヌ運動という福音派の教会のね、あの大きなムーブメントがあるんですけれども、その働きのために尽力していらっしゃいます。また昨年からはですね、私がご奉仕をさせていただいている JCFN の理事としても共に奉仕をさせていただいています。本当に楽しいですね、あったかい、そして明るい先生です。今日このようにして、高見沢英子先生をお迎えできることを心から感謝します。ではご紹介いたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。はじめましてという方も多くいらっしゃるでしょうか。先ほど詳しく先生がご紹介くださったんですが、実はもう一つ付け加えるとね、ポール鈴木先生、先週ご奉仕なさったんでしょうか、ポール鈴木先生のご両親、陽吉先生、ナンシー先生は日本に選挙に来られた時に山梨の田舎にね来てくださったんですが、あのお二人が私が人生の中で最初に会ったクリスチャンの方なんです。そのインスピレーションはすごかったです。でその時すぐにはクリスチャンにならなかったんですが、後で、まあ、学生時代東京の方に出てから導かれて、信仰を持つようになりました。その後また山梨に戻ったりすると、鈴木先生ご夫妻から弟子訓練をしていただいて、なんか自分の信仰の基礎をポール先生のご両親からいただいたというね、そういうつながりがありますので、ちょっとこれで距離が縮まったでしょうか。はい、というわけです。今日はね、モンゴルキッズの家という
神様が私が引退するちょっと前に始めてっていうか導いてくださったことについてお証しをまずさせていただいて、メッセージの初めにまずお証しをさせていただいて、そのかなりの部分がお証しになっちゃうんですが、そしてからメッセージに入れたらなと思います。これどうやったら落ち着きますか。ありがとうございます。はい、すみません、いつも小さいのでこうなります。皆さんモンゴルはどんなことをご存知でしょうかね。モンゴルというとこういう綺麗な景色、1年のうちの200日以上がこんな青空だそうです。ところが冬場はとても寒くて、まあ、こちらも寒いんですが、モンゴルはマイナス50度まで下がります。ですから、実は発展途上国によくある、ストリートチルドレンって言いますよね。もちろんモンゴルも今発展途上の国なので、ストリートチルドレンがいるはずなんですが、冬場にはストリートにはいられません。どこに行くのかというと、こういうふうにマンホールの中に行って、生き延びます。青いジャケットを着ている子供が座っているのが、実はこれお湯のパイプなんですね。ロシアとかルーマニアとか冬寒い国で、なんか一軒一軒に暖房施設が持てない、ような国は水道が配給されるようにお湯が配給されるんです。その間があったかいのでここで生き延びている。それで彼らのことをマンホールチルドレンというふうに呼ぶようになりました。どうしてこういう子どもたちが生まれたのかというと、1991年にソビエト連邦が崩壊しましたね。で、衛星国サテライトネーションだった、モンゴルにも影響があって、非雇用になってしまった人が人口の 60% で、仕事のない大人の人は面白くないのでアルコールに走ります。もう依存症の人がたくさん増えて、となるとどうなるかというと、被害を受けるのは家庭です。特に子どもたちで家庭が崩壊して、まあ、1998年、これ NHK の発表なんですが、その時にはマンホールに暮らしている子どもたちの数は4500人だったというんですね。大した数字じゃないって思うかもしれません。日本にも今ね4万人近い、養護施設にいる人たちがいるわけで、それで、でもモンゴルの人口何人ぐらいだと思われますか。全体、国全体なんと300万人しかいないんです。そんな小さなアジアの中で名の知れた国の中では一番小さい国とも言えるんですけど、その国の中で4500人がマンホールに住んでいるというのはちょっと大きな比率になることが分かるかと思います。なぜそういうところに行ったのかというと、親がアルコールで育児放棄したり、または家に帰ってきて虐待をしたりしてね、嫌で家出してしまったり、または子供を愛してる親がいるけれども生活する術がないから、もう5歳でも6歳でもあなた町に行って稼いできてちょうだいっていうんで出稼ぎに出されて、あてがなく裏回りに出てきても何もないので、みんなと一緒にマンホールの中で住み始めるということだったそうです。 NHK のプロデューサーがその子どもたちに目を留めて、マンホールチルドレンという番組を作りました。今から24年前のことです。私はこれをアメリカの進学校を出て韓国の統治トリニティに勤務する間1ヶ月間だけ日本にいるときに見ました。ショックを受けました。こういう子どもたちがいるんだということでショック受けたんですが、その番組の中では13歳のボルド君、14歳のダシャ、それから13歳のおゆなちゃんっていう3人がね、いいよ、とってもいいよというふうに、まあ、NHK で協力してくれたので彼らの生活をカメラが追ったわけです。養ってくれる親がいませんから、もうゴミのために捨てられた食べ物、ほんのちょっと骨に肉が残ってたらそれを拾ってきて食べるとかね、捨てられた缶からに水を足して温めてスープにして分けて飲むとか、
べ物が全然ない時には悪いことをしてでも生き延びなければいけないのでマンホールの子供たちというのはとても厄介な存在とも思われていたようです。ですけどこの3人はふるさとが同じだったようで、グループを作ってお互いに助け合ってケラケラと笑いながら喧嘩したりいろいろしながら生きている様子が最初に見た映像の中にありました。この映像の場面の中の一箇所でね、お母さんと一緒にいる子供がアイスクリーム食べてるんですよ。その脇をお子さんの中で通っていくんですけど、おゆなちゃんはアイスクリーム大好きなんです。で、私だってアイスクリーム食べたいよ捨て台詞のようにね言ってこう通り過ぎていくところがあって、もうそれ見ただけ、ああ私だってアイスクリームぐらいなら買ってあげられるのにと思いましたね。でもまあその時はまだ学校が終わったまんまばっかりで、勤務してない時だったので何にもすることができなくて、もうお祈りだけ、神様今私にはできることがないんですけどこの子たちのために祈りますって祈って、でそれからはモンゴルという言葉とか孤児院という言葉とかね、マンホールとかなんか関係のあるものに、出会うたびに神様の子たち祝福してくださいって祈りましたね。そんなふうにして韓国に渡って、まあ、学校の、まあ、教える方に行くことはなったんですけど、韓国の生活はとても忙しいです。蒼天礼拝、徹夜祈祷会、もう本当に忙しくてあっという間に19年経ってしまいました。で19年経った時にYouTube を私は時々見て日本のことをキャッチアップするんですけど、韓国の自分の部屋で夜ね11時ぐらいだったんですけど YouTube 見ようかな、見たらサムネイルの中にマンホールチルデンって言葉が出てきたんですよ。え、あの子たちなのかなと思って早速クリックしてみたら、そしたらそうだったんです。10年後のマンホールチルデンっていうタイトルでした。その中には6年後の NHK が追いかけたフォローアップのところと10年後のところと2つがこうコンバインされた番組になってたんです。6年後のところを見るとおゆなちゃんは20歳になりました。ボルドとダシャもお兄ちゃんになって、ね、立派になったので、立派になったというかね、自分たちでいろいろできるようになったので材木を自分たちで集めてきてね、草原に掘ったて小屋建てて希望の家っていう名前をつけてね、自分たちで住み始めたんです。この後ボルドとおゆなちゃんは結婚します。で女の子ナスさんっていう女の子が生まれるんですけどね、でここまでは良かったんです。10年後のセクションに入った時に、あ、ダシャさんも一緒に住んだんですが、10年後のセクションに入った時に様子が変わりました。ボルドがこんなになっちゃったんです。顔が変わったのをご覧になれますか。アルコール依存症になりました。もう人生の基盤が弱いので、それで範囲になって家に帰るとちょっと気に入らないことがあると腕っぷしの強い人なので、物は投げるわ、もう蹴飛ばすわ、そんな状態でおゆなちゃんの傷だらけになりましたね。もうとても一緒にいられないということで娘を連れて家出をします。どこに行ったと思いますか。お友達のダシャのところに行きました。ダシャも相変わらずもうマンホールのような生活ですよね。マンホールじゃないんですけど、アパートの一番下のボイラーがあるところ、そこには電気も何にもないお部屋なんです。水もなんか湿ってるようなところ、そこにダシャの親族8人とおゆなと子供が一緒に生活するのを、ダシャがゴミを集めながら生活を支えるっていうね、そういうことをしている生活になりました。それが映ってたんです。ボルドはどうなったのか。ボルドはおゆなちゃんに逃げられちゃって、ダシャに、まあ、奥さん取られちゃった状態で面白くないって言ってね、でお正月の時にはもうお酒を飲んでね、マンホールに行ってね、面白くないって言って、ね、歌を歌うんですけど、その歌が NHK の映像の最後の場面でしたね、その歌の内容はこんなだったんです。幼い頃から穴蔵暮らし、真っ暗の中で大きくなった、光の照らない家の中、母さんなんでこの世に僕産んだの、食べ物ないから毎日腹ペコ、他
他にすることないからこの歌を歌う、これを歌ってマンホールの中で歌ってお酒飲んで、ああ面白くない、歌歌ってたら気分悪くなったって言って寝転んで、それがこの映像の最後だったんです。その後にこうクレジットっていうのが上がってくるんです。え、これで終わっちゃうの、これで終わっちゃうのっていう感じで、わあ、それ見た後眠れなかったんです、うん、これ10年後の番組ですけど、実際私が見たのは19年後ですね。 YouTube に載ってきたのは19年間私は何にもしなかったと言いました。で、まあ、政府も何にもしてあげなくて、モンゴルにも教会があるだろうに教会も何にもしてあげなくて、私も何にもしなかったな、途中で祈ってきたあの祈りはリップサービスのような祈りだったな思うと、申し訳なくてね、でも眠れなかったです、朝まで。で、明け方も一人で耐えられなくてね、祈りのパートナーが同じ建物にいたんですけど、4時ぐらいに呼んで、あれ、一緒に祈ってくれる、その姉妹と一緒にずっと祈って、朝になってても、今なら私もこう動く、なんていうんですかね、まあ、生活の安定感があったんですよ。今ならモンゴルも行けるんです。でも行っても、もしかしたら路上生活してるかもしれないので、この3人に会うことができるかどうかわからないじゃないですかね。じゃあどうしたらいいんだろうと思った時に、うちの学校にモンゴル人の学生がいることを思い出したんですね。あ、彼ちょっと呼び出して話を聞いてもらおうと思って呼び出してね、実はこういうことがあったんだよねって話をしたら、それ彼が言うんですよ。先生、僕の教会、ウランバートルの教会はアル中の人たちのための回復プログラムやってます。でつい最近一人救われた人がいるんだけど、彼が俺テレビに出たって言ってましたよって言うんですよ。え、テレビに出たアル中の人、名前なんて言うのって言ったら、ボルトですね。同じ名前なんですよ。まだ私信じられなくて、え、写真ちょっと送ってもらってくれるって言ったら、送られてきた写真がこれでした。顔見たらボルトですよ。もう絶対ないんじゃないかと思ってた彼と一日でもう会うことができるというか、つながったんです。これはね、神様がお前今だろうって今だろうって後押ししているような、もう吹き飛ばされたような、そういう感覚でした。この右にいるのも私の学生なんですけど、で彼に聞いたんですね。ガナさん、ガナさん、あなたの教会は子どもたちのプログラムやってるのって言ったら、いやー、やらなきゃいけないと思ってるけど今はできてないんです。じゃあもし私がのクリスチャンの友人たちに行って、このみんなをあなたの教会を支えたら、最初ねスタートするのを支えたら子どもたちのプログラムできるかな、じゃあちょっと相談してみます、リーダーたちと話し合って、結論はやりましょうになったんですよ。それですぐにね、ものすごく忙しいスケジュールだったんですけど、私ウランバートルに飛びました。そしてリーダーの人たちと何ができるかの話し合いをしてね、でことが進み始めたんです。ボルドさんにも会えますかねって言ったら、会いに行きましょうって言ってね、ボルドにも会いました。新しいボルドです。ちょっと顔が良くなったでしょ。お母さんと妹さんいるんですけどね、でダシャにも会いたいんだけどって言ったら連絡取ってくれて、会いに行けることになりました。ダシャさんもこんな風になって、おゆなちゃんはどうしたかというと、実はもう亡くなってしまいました。2つ情報がありますね。1つは、まあ、なんか心臓麻痺かなんかで亡くなったっていう説と、それもう1つは、いや自分からやっぱり死にたいって言ってた人だったので、死んだという2つのはどちらが本当かまだ分かりません。でダシャは新しい奥さんをもらってね、家庭を作っていました。相変わらず、文字を読んだり書いたりできないので、小学校も入ってない、ね、IT もない人たちなんです、マンホールは。それなので、できる仕事はゴミを集めるということが彼に許された仕事で、それをやっている状態でしたね。で、まあ、会いに行った時に向こうもすごく緊張したんですって。日本人の女の先生が来るっていうことで、でも私も緊張したんですよ。
言って何の話が、会いたいけど何ていう話をしたらいいんだろう。私には親がいて、教育を受けて日本で生まれてね、で教育者になっている私が、それら何一つない出社に何て言えるんだろうっていう私の緊張感です、ね、でお祈りしたんです。神様どうしたらいいんですか、何て言ったらいいんですか。神様からね、2つのメッセージを届けなさい。一つは、ダシャ、あなたのお父さんひどいお父さんだったけど、もう一人お父さんいますよ。天のお父様です。そのお父さんは本当にあなたを愛していて、あなたに将来と希望をくれる素敵な優しいお父さんですよ、っていうのが1個目のメッセージですね。もう一つのメッセージは、ダシャさん、あなた俺はマンホールに過ぎないと思ってるでしょう。俺なんか、いやもう死のうが何しようが世の中はもう全然気にしないで回っていくと思ってるでしょう。違いますよ。 NHK の最初のを見た時からダシャって名前忘れられなかったし、ここで会う2ヶ月3ヶ月前なんですよ、あの10年後のやつを見たのが。そのこの前の3ヶ月にあなたの10年後のやつ見てから、もう毎日私はダシャのために祈っていますって言いました。信じない、こんなこの大人の言うことなんか信じるかみたいなね。で実はこのあの映像を YouTube で見て、これ出かけたの、それが12月で、出かけていったのは2月の終わりと3月だったんですけど、この間なぜ私何をしてたかというと、東北地方の教会をセミナーをして回っていました。でセミナーするたびに、皆さんマンホール事務で聞いたことありますかとか言ったら、何ですかそれとかね、ああ NHK 見ましたよって人も何人かおられて、で今度3月に私あの彼に会いに行くんですよ、ダシャに会うんです、ダシャのために祈ってくれますかって言ったら、祈ります祈りますって人が何人もいて、で祈りますっていう人が出るたびに、私ね、すいません写真撮らせてくださいって言って、カチャ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 、その祈りますっていう人に会うたびに写真をもらって、私の携帯の中には何十人もの顔が載ってたんですね。でこの時彼がふーんって信じない時に、ダシャこれ見て、この人たちみんなあなたのために祈るって約束してくれた人だよって、写真見せたら彼の顔がちょっと変わりました。それでこれ金曜日の夜だったんですけど、日曜日教会で私お話しするんだけど、来てくれるって頼んだらね、しぶしぶ分かったとか言って車も全部手配して、で来れるようにして、そして日曜日に来てくれました。とても温かい紹介をしてくれて、でダシャの奥さんも一緒に来たんですけど、ダシャの奥さんもね、入れ墨が入っていて、まあ、あの言われのある育ちをした人だそうです。で彼女がね、生まれてから歓迎されたのは今日が初めてですと言っていました。でそれであったかく、まあ、教会で受け入れられて、でその日のお昼は私がね、もう私レストランに招待させてくださいって言って、モンゴルレストラン料理店に連れて行ってね、もう何皿でも、もうどんどん注文してください、20年分食べてくださいって言って、で余ったのは全部ねパックしてもらって、その日の夜事欠かないようにしました。でこの時で私実はダシャの家にあのお土産を持って行ったんですよ。それはね、塗り絵の本と、何だっけ、クレパスか、クレヨンをあげました。ダシャの家には教育に関するもの何一つありません。親がマンホールで育ってるので、教育っていう感覚がないんです。生きていればいいという感覚、それで、まあ、そういうものを持って行ってね、でダシャにもプレゼントしました。聖書をプレゼントした、モンゴル語の、読めないんですよまだ文字だけど、ボルドーさんは実は自分でアルファベット読んでサーティフィケットもらって聖書読めるようになってるんですね。だからあなたも絶対読めるようになるからねって言って聖書をお渡ししたんですね。で、まあ、そんなんで、ボルドと一緒にダシャも時々教会に来るようになって、来た時にはアルファベットをモンゴル人の先生に教えてもらうようになっています。これがこの一緒にやってくれている主の栄光教会というウランバートルの教会です。素敵でしょ。これね、教会じゃないんです、カフェなんです。カフェ、まだ自分の建物が持てなくて、
クリスチャンのオーナーのカフェを借りて日曜日クローズしてますから、そこのテーブルをどかして教会としてやってる、まだあの、ね、あの若い教会なので力がないなと思ったので、じゃあとりあえずあのホームを作ろう、お父さん役、お母さん役、お兄さん役ぐらいがいれば、お姉さん役ぐらいいれば子供5、6人は育てられるんじゃないかっていう感覚でスタートすることにしました。そしたらまだ手元に何にもなかったんですけど、あの、2部屋空いてるから使っていいよって言ってくれる人がいて、もう床まで粉、波打ってるんですよ、壁には流れてるんです。そんなお家でしたけど、お借りしてスタートしました。私2月3月にモンゴル行って、9月9日にこれスタートしてるんです。あのそれはどうしてかというと、9月はもう冬が始まるんです。雪が降ります。だからその寒い時期になる前に、一日でも早く一人でも多く困ってる子どもたちを預かりたいと思って、そういうふうに慌ててやりました。9月9日のオープニングです。そしてボルドとダジャもお祝いに来てくれてるんですよ。モンゴル の, あの教会の人がボランティアしてくれて、先生とかケア定価になりました。この子どもたちは特殊なので特別な訓練が必要ですから、福祉の専門家から訓練を受けてもらいました。でボランティアの先生たち何人か集めて、向こうは雇用です。支援会の方は全員ボランティアですが、モンゴル側は全部雇用にしています。そして近くの幼稚園の払い下げの家具をもらって、で、モンゴル側の人たちには子どもの洗濯とかね、施設の準備とかしてもらって、私たち支援会の方はあのこのまあ、なんですか、精神的または霊的な、ね、祈りと、それから経済で支えることで、まあ、そういうことをしながら、だから向こうが何かするときにいつもこちら側と相談しながらやるような形の、宣教です。私たちがやることはこれを広めて祈ってもらう人たちがいっぱい欲しいと思って、それで、ホームページの今の時代にはもう不可欠ですよね。でホームページってとても高いんですよ。作るのも高いし維持するのも高いのね。で神様何にもないんですけどって言ったら、 ある人が、私タダで作ってあげるの知ってます、そういうサイトがある人です、タダで作れる、それを使ってこんなにセンスのいい、もうびっくりするようなホームページを彼女が作ってくれました。彼女は日本人ですが、ご主人が韓国人で、英語のメジャー取ってる人で、私も英語やりますから、なんと3カ国語のホームページを今動かしていることができています。でこの中にとにかく何でもいろんなものを入れようと思っているので、今の私たちが今まで来たそのプロセスからこれから行くところまで全部この中に今入れるようにしています。なぜこれを始めたか、今皆さんに聞いていただいたようなことが書いてあったり、どんな人がこれを助けてくれているのか、ニューヨークにも何人かが助けてくださっている、シカゴとかね、にもいるし、カリフォルニアの方の人もいるんです。JCB のセッチャーも助けてくれています。でもう、スケジュールのところには、今まで私たちがどういうことをやってきたかのスケジュールが記録されていたり、私がこうやってキャンペーンに行かせていただくときにはそれが入るようになっています。今のここ一番上になりますね、ニュージャージーで、はい、これが今日皆さんの教会まで入るということで、記録に残り、候補にもなるということです。活動報告のページがあるんですけど、ここにはね、感動的なエピソードがいっぱいあります。その中の1個だけお話ししようかなと思うんですけど、これ韓国にある不法労働者の人たちが集まっている教会です。パキスタン人、バングラデシュ、フィリピン、インド人、こういうビザをもらってないでいる人たちで、彼らの生活は厳しいんですよ。なんていうか立場が弱いので利用されてるっていうかね、それで、もう収入だって普通の人のもう5分の1とかそういう感じでしょ。でこういう教会に行くときはね、学生が、私の学生がやってる教会なんですけど、私が祝福になりたいと思ってお菓子とか持ってくんですよ、私の方が。でそれなのにここに行ってモンゴルの話をしたら、この人たちがね、先生今日の献金は先生持ってってくださいって、いやいやいや私は今日は祝福をするために来てるんですって言ったら、一番右のパキスタンの人なんですけど、リーダーですね、彼が私たちにも神様の働きに参加させてくださいって言って、もうその日のいただいてもね、もう本当に
もう涙が出るような感覚で受け取りました。まあ、こんなようなでエピソードがいっぱい活動報告のところに載っています。で、私がモンゴルにコロナの前は何度も行ったんですが、その旅行記も必ず載せるようにして、現地からの報告もこうやって載せるようにしています。だから大体モンゴルキッズの園って何やってるのっていうのはホームページを見ると過去が分かるようになっています。Google か Yahoo でモンゴルキッズの家ってやると大体もトップのあたりに出てくるようになっていると思いますね。こんな風にして始まったんですよ。で、私はモンゴル語全然喋れない。ありがとうって言ったらさよならになっちゃうそういうその程度なんですけど、まあ、現地の人たちに頑張ってもらって、で、私の進学校の学生2人がこれの責任を持ってくれてるんですね。で、もう14年以上の知り合いで、私と先生と学生っていう関係があるので信頼関係があります。今まで、まあ、4年近くやってますけど、嘘がないです。失敗はあります。やるって言ってできなかったことはお互いにあるんですけど、意図的な嘘は何もなくて、経済的なことも計算の違いはありますが、意図的なものはないですね。で、それは初めから私も彼らに言っていて、神様の祝福を受ける宣教にしようよと。そのためにはトランスペアレントで、そしてアネストなね、そういうミッションにしよう、普通のいろんなミッションの問題を乗り越えるね、そういうことをしようねって言って、ずっと話してきています。まあ、そんなんでスタートして、最初に送られてきた写真がこれでした。先生たちがね、泣き言でしたね。もう大変なんですよ。言葉は汚い、手は出る、足は出る、食べ物あげれば独り占め、もう大変なんですっていう知らせと一緒にこの写真が来たんです。はあ、大変だな、ね、そして2ヶ月後にこの写真が送られてきました。あ、座ってるっていうか、ね、ちゃんと料理された温かいものを食べてるんだなと思いましたね。私この子たち全部の家といいますか、親がお母さんがいる場合もいるしない場合もあるんですけど、親戚に預かってる、それ全部回ったんですけど、大変です。6人住んでいてマグカップ1個とかね、毛布が1枚とか、でそういう背景の子たちを、まあ、預かってるんです。で、私たちは、月曜日から金曜日までは24時間体制で預かります。これは生活訓練もしたい、清潔に保つとか洗うとかね、歯を磨くとか、そういうことをちゃんと覚えてほしいので24時間です。だけどずっと預かってしまうと親戚とか親とかの血族とのあれが切れてしまうので、土曜か日曜か一旦お返しします。どんな場所でやっても一旦お返し、また月曜日からお預かりすると、そういうシステムでスタートしたんですね。まあそんなわけで、その2ヶ月後にはこの写真が送られてきました。ちょっとみんなね、笑顔になって、チャビリになってね、いるんですよ。で、手をつなぎ始めて、上の子が下の子の面倒を見るようになったって先生たちが言い始めて、お祈りができるようにもなった時期ですね、この頃。で、この何て言うんですかね、帽子とマフラーくっついてるのね、私たちの支援金で買ったのかなと思ったら、違うんですって。これね、ボルドさんのプレゼントだそうです。ボルドさんが自分の子供に会えなくてこっちに行ってくれるんですけど、その時のお土産だったそうでね、すごく嬉しいなと思いました。その後に送られてきた写真がこれです。もうこれ感動したんですよ。なぜ感動したと思います？本読んでるからです。この子たちの右の真ん中の子だけアメリカ人の宣教師が作っていた個人で育ったので、この子のお母さんだけ英語を話せて計算ができますね。他の子お母さんたちはできないですよ。それなのにうちに来たので、この子たちがそういうことができるようになっている写真だったので感動しました。ちなみにね、本はね、日本語の本なんですよ。その時まだ買えなくて、日本から本を送ってね、間に日本語とモンゴル語の人に鉛筆で文字を入れてもらって、最初の頃はそういうふうにしたんです。日本から行ってくれた人がお土産持ってきましょうか、何が欲しいですか、
勉強になるおもちゃ持ってってくださいって言ったら、もうその時8人いたんですけど、1人に1セットずつ持ってってくださってね、いやー本当に嬉しかったです。こんなことが起き始めて、ボルドとダシャも教会に少しずつ来始めて、ボルドも毎週あのコロナの前に来てたんですけど、こんな変化があるのに、巷には NHK の映像は相変わらずあのダシャが、あ、違う、ゴルドが面白くないって言ってお酒飲んでマンホールの中で寝る、あのそれで終わってしまう映像があるだけなんですよ、巷に。で、私が神様、ゴルド今クリスチャンになってるんだから、ダシャも教会に来始めてるんだから、新しいゴルドとダシャをNHK が映像したらいいですよねって神様に言い始めて祈り始めました。でもね、NHK の知り合い何人かいたので聞いてみたけど、いやそれは無理、それは無理、みんな無理だよって言われたんですね。で、CG のテレビにもあの声かけて、もうプロジェクトペーパー出して言ったんですけど、いいお話だけど、これをできる人と資材がありませんって言って断られて、神様なんだ、ダメなんですかって言ったら、神様にはダメはないです。マンホール地で20年後のマンホール地で、これが夢だったんですかね。 NHK のプロデューサー、この方です、山口先生って言うんですけど、この方のウェブサイトを私見つけて、それでね、あメール出してみようかなって。でも20年後作ってくださいのはちょっとえげつないじゃないですかね。だからそれはそういうふうには言えないで、祈りながら、これを祈りながら書いたんですけど、先生の作られた映像で私の人生が変わりました、今モンゴルでボルドとダシャと助けてもらって、個人のようなことを始めていますって、みんなで撮った写真を添付して先生にメールを送ったんです。次の日に返事が来ました。あなたの E メールの一言一言が僕の心を刺しています。僕がしなくてはならないことを考えさせてください。その週末に彼が NHK に掛け合って20年後を作りたいと、そうやって20年後を作り始めてくれたんですよ。すごかったですね。実は9月9日にね、私たちがオープンした時にはもうカメラ入りました。すごいスピードでしょ。日本のスピードではないです、これ神様のスピードです。で、10月11月で新しいボルドとダシャの生活をいっぱい何百時間ですかね、撮って12月に編集して、で編集してる時もね、山口先生から連絡来ました。英子さん、今スタッフが寝ないで編集してますと言っても連絡くれるんですよ。で、そしてなんともう次の年、私が3月に行ったもう1年後ですね、2月9日NHK BS だったんですけど、ボルドとダシャマンホール中で20年の奇跡、これが放映されました。土曜日の7時、2時間番組、うわ、もう今テレビで全国放送で1分のコマーシャルにいくらかかるんですかね。もう2時間番組で出してくれたんですよ。で、これちょっと感動的な番組なんです。もし皆さんね、なんとか見つけることができる、 NHK のオンデマンドで見れると思うんですけど、チャンスがあったらご覧になってください。感動的な内容です。で、これのその放映、1回目に放映された時にもう反響がすごかったんですよ。もう1回見たいんですとか、見逃しましたとか、電話が殺到して、 NHK が1週間後に再放送しました。ドキュメンタリーは普通は1週間では再放送しないそうですけど、もうみんな殺到したので再放送したそうです。その後再放送が何回か繰り返されて、これが19年でしたっけね、18年、そうですね、2019年の2月なんですけど、今までに私が知ってるだけで18回再放送、その中の何回かは BS じゃなくて地上波で、なっています。それだけじゃなくて、ね、すごいのがね、ギャラクシー賞、山口先生から連絡でしょ、英子さん、ギャラクシー賞ノミネートされました、で2ヶ月ぐらいしたら選ばれましたとね、次に NHK CEO 賞とノミネートされました、選ばれました、なんかこんなんで、最後が一番これ難しいものだそうですけど、文化庁の芸術祭、
ドキュメンタリー部門でグランプリ取った。もう1年間でこんなことがずっとあったんですけど、もうノミネートされました、受賞しました、もう心臓ドキドキの1年間を過ごしたんですけど、これが受賞の時の映像の一つだそうです。右から2番目の女性がディレクターでね、モンゴルでお会いした人です。3番目が山口プロデューサーです。今山口先生と森さんとは私ずっとやり取りしていて、パッパスドリブンライフ、ライフですか、リプロレンのね、あれも読んでもらったりしています。でもこんな風にしてね、神様の技が広がってるんですね。で NHK に放映されてしまったの で今はネットでパッと広がるでしょ。モンゴルにもそれは広がっちゃったんですね。でモンゴルの政府が前からちょっとマンホールっていうふうに聞かれるたびに、そんな人いませんよ、そんな子はいませんとか、なんかしらを切ってたみたいなんですが、もう9割方マンホールを閉じました。それで子どもたちはそこに入れなくなって、あとちょっとだけ、まあ、オープンなところにはまだ缶からが落ちてたりね、生活からなんですけど、もう多くの子どもたちがもうここ入れなくなって、もっとひどいところに行ってます。まあ、ゲームセンターはいい、まだ手のいいところですね。もっと広いところで、お酒だったりもっと広いところに子どもたちが行っているんです。で行くところがないところ人たちはゴミためですね、のところはあったかいそうで、冬はそのゴミの上で生活してるっていうことも聞いて、5人だけ預かってるだけじゃダメだなと思ってね、それで神様、もうちょっと人数増える場所が必要ですって祈ったら、競売物件の建物を見つけました。半額以下で土地と建物で、よくあるある話なんですけど、本当にその最初の年にいただいた支援の、それで食べ物とか洋服とか買いましたよね。残った部分でこれが買えたんです。で1年目でもう1年目の後半でこの建物に移ることができました。日当たりが良くて子どもたちにぴったりの場所だったんですね。もう一目見て私これだと思いました。2つ目、隣にある建物は個室なんです。個室が9つあって、で中はちょっと汚くてね、かなりきれいにしないといけなかったんですけど、シングルマザーが、行くとこのないシングルマザーがここで寮として生活できるのにはぴったりだったので、これも屋根、雨漏りの屋根を直して、暖房を直して、中をこんな風にきれいにして、で、私たちのスタッフが2部屋使うので、6人から、ね、7人のお母さんたちを受け入れられるようになりました。この6人、7人のお母さんと子供はうちにずっといられて、だからコロナの間もこの子たちで活動ができましたね。ここ通いっていうんですかね、だから土日に一旦お家に帰る子どもたちはコロナの間は来れなくなってしまったんですよ。そういう時も先生たちが訪問して虐待がないようにチェックしたりするんですけど、まあ、こんな風にしてねことが進んでいるんです。気がついたことで、わあこれは9歳マイナス50度子ども2人連れてお母さんが歩いてるんですよ夜。そういう人たちを連れてきて助けること、それからそういう人たちが救済できる、まあ、回復できるようにして、その人たちが普通の生活ができるように養育して、で自立できるように、まあ、子どもには学校に行けるように、お母さんには生活ができるように、そういうお手伝いをしたらいいなと。これが私たちのホームにいる人たちで、その他にも防止策っていって、アル中の人たちにも働き、まあ、時々は全部はできませんけど時々は働きかける、でそれをモンゴルの他の教会にも語りかけて拡大していければ、これができたら、まあ、自分の役割は一応できているかなというふうに思うようになりました。今年になってから今、4年目になっています。4年目なんですけど、ビジョンは信玄31プロジェクト、信玄の31に理想的な女性の描写がありますよね。そのようなお母さんにマンホールで育っちゃった女性たちになってほしいと思って、霊的な訓練、礼拝とか祈りとか、それとあとは裁縫の訓練ですね、それをしてもらっています。でホームレスの青年、私たちの施設には2歳から6歳まで受け入れられるんですけど、
もう7歳ぐらいになるとちょっとあの年齢が違いすぎてできないし、施設にいるのが嫌です。その子ともこの年になるとね。でその子たちにも何か手を差し伸べたいということで、 Hope and Future、 これはのエレミア書29章11節からの将来と希望というね、でそれから取ったんですけど、そのプロジェクト、ホームレスの青年のためのプロジェクトをあのスタートしました。お母さんたちにはミシンを今あの提供して訓練をやっています。これがお母さんたちが最近縫ったものですけど、まだ上手じゃないんですよ、縫うのがね。上手じゃないけど、うちの施設の子どもたちに着るにはちょうどいいので着せています。青年たちはね、こんなふうにたむろしてるんです。今でもウランバートルでちょっと車ちょっと走らせたら、ここに一組、あそこに一組って叫び持ってる若者たちがいますよ。でこの人たち食べるものないので悪いことしたりするので、この人たちに今シェルターという形でね、あの来たい時に来れるようにして食事を3食提供して、勉強したい人には勉強も今あのするようになりました。それ禁煙者までいかないけど、その小学生高学年ぐらいの子たちでも、うん、道路にいるんですよ。その子たちにも生活のことを教えてあげて、この子たち女の子たちには体がどう変化していくかとかね、そういうことも教えました。でお洗濯のこととか、もう洋服もひどくなったら新しくしてあげるとかね、それから髪の毛洗うことを許したい、何かできるようにしてあげるとか、怪我をしてきた時にはうちでできるものはやるし、病院に連れていかなくちゃいけない時には病院にまで連れていくようなことをし始めました。コロナの時にはね、できない時にはこうやってこう訪問してゲルに行ってあのお祈りしてあげて、お母さんとお父さんにもちゃんと、お父さんいないケースなんですけど、お母さんたちにもあのどういうふうに子どもたちに接するかもお祈りしながら伝えるんですね。コロナが今収まってきて普通の活動ができるようになったんです。お誕生日にはこんな風にね、楽しくプレゼントをあげるので、子どもたちはね、家に帰りたくないんです。ずっとここいたいってね、言ってくれるんですね。嬉しいというか、まあ、悲しいというか、はい、そうなんです。でこの子たちにも体のセミナーを専門家を呼んでしました。これはこの子たちがノーって言えるね、あのひどい目に遭う時にはノーって言える、そういう子どもたちにするためにセミナーをしました。あのちなみにさっき1998年4500人の子どもたちがマホにいたんですけど、ある時一気に500人ぐらい減ったんです。でそれは、ユニセフのサイトで見て、今はユニセフのサイト載ってないんですが、ユニセフのサイトに出てた時にはこれの人身売買の犠牲になったと書いてありました。マンホールに行けば誰もクレームしない子どもたちがいるんですから、それで一気に数が減ったというね。でまあ心痛むことでしたから、早く本当に、このことを進めたいなと思います。でこれはあの天文博物館に子どもたちを連れて行ったんです。皆さんのご支援で、バンを去年手に入れることができてね、12人乗りのバンで、それでこういう遠足もできるようになりました。今私たちのモンゴルキッズの家がある場所はまだそのストリートの子どもたち、マンホールの子どもたち、あんまりそれほど多くない地域なんです。ある地域はいっぱいいる地域があって、そちらにもう一個シェルター作んなきゃダメだねという今話が出ていて、いや日本人の私には早いんじゃないのと思うんですけど、ニーズがあるんですね。ニーズが、それでいやみんなで祈れば神様がきっとしてくれるに違いないということで、3000人祈ってくれる人を集めたらきっとできるというふうに、まあ、1年目が1000人だったんです。それで一度あのね、小さなお家があったり、次のお家が買えたりしたんですね。で2年目は2000人にしたんです。そしてあの子供たちを増やすことができて、バンも手に入れることができて、修理もできて、今年で言います、去年今年で3000人を目指しているんです。皆さんの中でもし一緒に祈ってくださるドリームトゲザーに加わってくださる、ドリームトゲザーっていうのに加わってもいいよという方がおられたら、写真と E メールとお名前が欲しいです。どうしてかというとね、写真をね
こうやってね、ウェブサイトに載せています。名前ついてません。ただの写真だけなんです。どうしてそんなことするのって言われるんですけど、これね、先生たちも子どもたちもよく見るんです。で、先生たちね、24時間でしょ。もう本当に疲れる時ありそうですけど、このページ見て、ああまた増えたって、こんなにいろんな人たちが私たちを応援してくれてるんだ、祈ってくれてるんだと思うと元気出るんです。で、子どもたちにもそれを見せて、ほらこんなにみんな祈ってくれてるよっていうのが元気の元になるということなので、3000人今年は目指しています。皆さんの中でも私の写真こういうにちっちゃく載ってもいいよという方がおられたら、ぜひ西越先生に E メールと写真を送ってくださったら、または私 の, なんですか、ね、モンゴルキッズの家のホームページに載せてくださ送ってくださったらと思います。それでそうするとニュースレターを年に2回、お送りすることができるようになります。時々なんかジャンクメールの方に入るみたいなので、来ないなって思う方はちょっとチェックなさってください。こんなんで、これモンゴルの地図なんですけど、日本の4倍の広さがありますね。人口は300万、星印がウランバートルで首都です。この首都には今教会が250から300の間あるそうです。で、今助けてくださいっていうのを援助を求めて登録している子どもの数が350人。これ単純計算すると250の教会が1人か2人ケアしたらいなくなるんですよ。助けてくださいって言ってる子どもが少なくと。で、すごく単純計算すると、もしクリスチャンの教会が、神様がね、ヤモメ孤児、ラザイル異国人、デビ人をちゃんとケアしなさいっていうのに従ってやったら、なんとウランバートルに助けてって言ってる子どもたちがいなくなる国になるんですね。で、これを今、ね、モンゴルの牧師先生たちに言ってるんですよ。やりませんか、やりませんか。で、モンゴル、もしそれできたら発展途上国の中で首都にこの物乞いをする子どもがいない国はモンゴルが最初になりますよ、言ったんです。実は NK という国もいないそうです。物乞いの子どもたちがなぜかと言ったら、みんな追い出しちゃった人が外にはいっぱいいるそうですよね。でも、もしモンゴルのこの教会が神様の声に従って、命令に従ってケアをしていなくなったとしたら、世界で発展途上国で物乞いのいない国第一番になりますよって今言っています。私のチームですね。私も溶け込んでるでしょ、モンゴル人みたいでしょモンゴル航空でウランバトル飛んだ時に、スチュワーデスが私にモンゴル語で話しかけましたから、本物ですこういう子どもたちが今います、この子どもたちの年長さんにね、3周年の時に何になりたいのという質問をしました。5、6人だって答えられる子だったんですけど、警察官になって泥棒を捕まえたいとかね、学校の先生になりたい、お医者さんになりたい、お店を持ちたい、消防士になりたい、そういうね、希望を言ってました。で、実はそういうこのお母さんたちは本当に厳しい仕事をしています。厳しい仕事をしています。で、もしかしたらその中で埋もれてしまうような子どもたちだったかもしれないのに、本当に先生たちがよくやってくださって、で、そういう夢を持つ子どもに今育ってるんですね。なんとかこの子たちが大人になった時、その夢を果たしてやられる、そういう、お手伝いができたらなと思っています。モンゴルキッズの家、 Google か Yahoo で見ることができます。実はこの働きを始めるときね、私ね、本当に何にも分からなかったんです。私の20年間やってきたミニストリーっていうのは大学院で教えることです。で、学生たちにこんな熱い本を教える仕事をしてたわけで、急に子供じゃなくて、普通の子供じゃなくて、ホームレスの子供たちやりなさいって言われて、もうね、手探りです。やってることが合ってるのか合ってないのかも分からない、どっちに行ったらいいのかも分からない、もう本当に手探りだったんですね。で、それはおそらくね、エジプトの豊かな国をアラムに出ていったイスラ
ラエルの民と同じではなかったかなと思います。どっち行っていいかわからない、どこに行ったらオアシスがあるのかわからない。しかもあのイスラエルは後ろからエジプトの、精鋭の戦車600機が追いかけてきてるんですよ。エジプト当時の最高の国ですから、軍備も最高の国の精鋭600機が追いかけてきて、もう大変です。どっちに行っていいかわからない、何にも持たないイスラエル。そこに現れたのが雲の柱でした。神様が柱を立ててくれたんですよ。柱ってすごいですよね。あの柱だと、雲の柱だとね、下だけ見てないんです。この辺だけ見てないんですよ。雲っていうのを柱見たら絶対柱は上を見ますよね。上を見るとね、神様いるじゃない、天国があるじゃないって思い出されるんですよ。でその雲の柱が、あの夜は火の柱になって、で動物とかね、そういうのが守ってくれたかもしれませんね。後ろから追ってくるエジプトの戦車の間に入って守ってくれてるんですよ。そしてこっちだよ、こっちに行こう、どっちに行ったか分かんないイスラエルのためも雲が動いて導くんです。いや本当にこうやってね、イスラエルのために動いたんですね。でも一つチャレンジがあります。これは昼も夜もね、雲が動いたら民は立ち上がって動かないといけないんです。昼間はいいです、まあみんなで、ああ雲が動いた、行こうになりますよね。夜みんな寝てる時に火の柱が動き始めると、みんな寝てるでしょ、お年寄りがいたり子供がいたり、それを起こして、でああ火の柱が動き始めたら行かなきゃになるんですよ。それでもう立ち上がってボーって多分角笛が鳴るんですよね。それでみんな立ち上がって動き始める。神様の導きは時にね、本当に、カンファータブルゾーンを抜けて導かれる時がありますが、でも必ず行くべき方向、行くべき時にその柱が動きますから、それで動くと神様の体験ができます。そうやって行き着いたところはどこでしたか。後悔のその淵です。海ですか、後ろから兵士はまだ来てます。でも大丈夫です、神様が導いているので大丈夫なんです。モーセが杖をね掲げたら、東風が吹いてきて、そして水が割れました。そこをイスラエルの民は渡っていったんです。神様は必ず助けます。どうしてかというとね、このイスラエルの民には世界に伝えるべきメッセージを持っていたんです。エジプト出るとき何を体験しましたか。ファローがダメだダメだダメだって言った最後は何でしたか。もう長子が全部死ぬという出来事があったでしょう。それを逃れることができたのはあの羊の血なんですよ。過ぎ越しです。過ぎ越しのメッセージをこのイスラエルのために持ってるんです。羊の血を、それを持っていたら災いは過ぎ越すんだというメッセージを彼が持ってるんです。なので神様が導いていくのは、ただイスラエルの民を愛しているだけじゃないんです。彼らに託したメッセージがあるんですよ。そのメッセージを持ってカナンの地に入ること、カナンの地を治めて全世界に出ていくこと、これが神様が託したイスラエルの民への使命です。だから神様が柱を置いて海を割って行かせるんです。ヨシュアを立ててカナンの地を治めて先に行かせるんです。それは先に来るとペンテコストの時に聖霊が降りて全世界に散るようにしているんです。私たちはその継ぎ木をされたのですよ。私たちも神様のメッセージを託されたものです。この柱に従ってやったことがない分野かもしれない、もう私は年を取ってると思うかもしれない、私にはできないと思うかもしれない、だけどその時に神様が立たせて進ませて、そして道を開いてくださる体験をできるのは、そして立ち上がった時にそれを体験できます。皆さんの中に神様の語りかけがあったら、ぜひ立ち上がって雲に従って動かれてほしいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、あなたが本当に
イスラエルの民を証の民として用いておられ、また私たちもそこに接ぎ木してくださり、あなたの救いのメッセージを託してくださっていることありがとうございます。どうか私たちもまた一人一人私たちにくださっているあなたの使命と証明に従って立ち上がって前に進み出すことができるように、この教会があなたの使命を携えてこの地に立ち上がって広げていくことができるように、全世界に語りかけることができるように、どうぞお一人一人を強めて導いて用いてください。感謝します。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。